継続的インテグレーション。CI とは、すべての開発者の作業コピーを定期的に共有されたメインラインにマージすることである。1日に数回行われるのが一般的である。グラディブーチは1991年のメソッドで CI という用語を最初に提案したが、彼は1日に数回の統合を提唱していなかった。エクストリームプログラミングでは CI の概念を採用し、 1>, 1日に1回以上、おそらく1日に何十回も統合することを提唱した。開発者は変更に着手するとき、現在のコードベースのコピーを取って作業する。他の開発者が変更したコードをソースコードリポジトリに提出すると、このコピーは徐々にリポジトリのコードを反映しなくなる。既存のコードベースが変更されるだけでなく、新しいコードを追加したり、 新しいライブラリーやその他のリソースを追加したりすることで依存関係や競合が発生する可能性がある。メインラインにマージせずにブランチでの開発が長く続けば続けるほど開発者ブランチが最終的にマージされた時に複数の統合の競合や失敗が発生するリスクが高くなる。開発者がリポジトリにコードをコミットするとき、まず コピーを取ってからのリポジトリの変更を反映させるためにコードを更新しなければならない。リポジトリに含まれる変更点が多ければ多いほど、開発者は自分の変更点をコミットする前により多くの作業をしなければならない。最終的にはリポジトリが開発者のベースラインとあまりにも異なるものになってしまい、マージ地獄や統合地獄と呼ばれるものに突入してしまうことがある。 その場合、統合にかかる時間は、元々の変更点を作るのにかかった時間を超えてしまう。CI は、テスト駆動開発の実践を通して書かれた、自動化されたユニットテストと組み合わせて使用することを意図している。これは、メインラインにコミットする前に、開発者のローカル環境で全てのユニットテストを実行し、通過させることによって行われる。これにより、 ある開発者の進行中の作業が他の開発者のコピーを壊してしまうことを防ぐことができる。必要に応じてフィーチャートグルなどを使用してコミット前に部分的に完成した機能を無効にすることができる。ビルドサーバーは定期的にあるいはコミット後にコードをコンパイルしその結果を開発者に報告する。ビルドサーバーの使用は XP コミュニティの外で導入されており、多くの組織が XP のすべてを採用することなく CI を採用している。自動化されたユニットテストに加えて CI を使用している組織は、一般的にビルートサーバーを使用して品質管理を一般的に適用する継続的なプロセスを実装している。ユニットテストや統合テストの実行に加えてこのようなプロセスでは、 追加の性的分析の実行、パフォーマンスの測定とプロファイル、ソースコードからのドキュメントの抽出とフォーマット、手動の QA プロセスの促進などが行われる。オープンソース向けの人気の高い Travis CI サービスでは CI ジョブの58.64%しかテストを実行していない。この品質管理の継続的な適用はすべての開発が完了した後に、 品質管理を適用するという従来の観光に代わってソフトウェアの品質を向上させ納品までの時間を短縮することを目的としている。これは統合をより簡単にするために統合をより頻繁に行うという QA プロセスにのみ適用されている元々の考え方と非常によく似ている。現在 CI はいわゆる CI CD パイプラインの中で 継続的デリバリーと絡み合っていることが多い。CI はメインラインでチェックインしたソフトウェアを常にユーザーにデプロイできる状態にし、CD はデプロイ作業を完全に自動化する。継続的インテグレーションは次のようなメリットを生み出すことを目的としている。継続的な自動テストには次のようなメリットがある。ありがとうございます。